せーの、ちわ。みなさんこんにちは、ララです。私、ララにお仕事が来たので、その様子を皆さんに届けたいと思います。チャンネルを乗っ取るぞということで、今回は、はい、ララちゃんになんと初めてのタイアップ？お仕事がすごい本当に確認したいんですけど、サエコさんにではなくて、ララに今日の主演女優ですそんなことあります？今回はですね、このメディカルワンというシアルマリンという海藻堆積物が入ってるこのおやつ、ララちゃんもね、普段から食べてるのだからより嬉しかったんだけど、この、 あのメディカルワンの PR を兼ねて、サエコさんと私で CM 対決またあれでしょ、お金かけなくて作る CM でしょそうよくやるやつ。どっちがメディカルワン の、 あの良さを伝えられるかっていう、これ誰がジャッジするの？野口社長に。え、本当に聞けるということで。いやでもちょっと楽しみ、はい、兄ちゃん頑張ろうね、私のこと傷つけないでね。もう寝てます。まずはワンちゃんの、はい、私のテーマは、はい、ちょっとラグジュアリーヌーディー、おー、ラグジュアリーいや一個なかったよ、ね、ちょっと非現実的な自分をちょっと表現できたらなと思って、今回あのヘアメイクのケンジ君にもいろいろ作ってもらえたので、いやすごい、普段見せられない一面を見せたらなと。いや、さっき万太郎の撮影ちらっと見て、はい、思った以上にプロフェッショナルだったんですよ。そうですよ、クオリティで負けちゃいそうな気がするので、ね、だからちょっと本気でいこうと思ってます。おー、今回違うサイコさんを見せたいなと思ってたので、この映像の中のサイコさんが演じる女性の役名とか考えてみませんか？サヨンサヨンさんで、サヨンでいきたいと思います。ということで、サイコさん、一旦お疲れ様でした。でも素敵な映像がね、撮れた。楽しかった。主演女優ももう疲れ果ててますから。よう頑張った。いや、頑張った。頑張った。シアルマリンという海藻堆積物配合のおやつのサプリメントで、生後6ヶ月の子から与えられるみたいだから、食いつきも抜群だし、そうですね。うちの子はちょっとムラがって食べたり食べなかったり、それがシアルマリンをあげるようになってからちゃんと食べられるようになった。へー、もうすごいララが好きなのは、もうこの映像を見てくださった方はよくもう伝わると思う。もうヘビーユーザーなんだ。わかりました、ありがとうございます。サエコさんは別日にもうちょっと時間ください、ね、実は一番大事なシーンだ。室内バージョンも欲しくて、あ、そうなんです。やるからにはもう徹底してやりたい。はい、ぜひ。いやー、サヨンの日常見えたんじゃないですか？主演女優賞ですね、うん、そうですね、一日中いい顔してましたよ、うん、今日は楽しそうだったね、やっぱ室内犬の極みやってたねどうなるでしょうか。はい、これをね、ちょっと作ってみて、野口総研さん、社長に万太郎との勝負ですから。そうだねじゃあちょっと皆さんもお楽しみに。はい、もう消化された私のやれなかった仕事の一つのこの MV みたいな撮影、うんうんうん、もうこれでいい、私これあの葬式に流してほしい。そんなに、そんなに自信がある。自信があります、まんちゃん、ごめん、これは私の圧勝です。おー、すごい。ララと一緒に暮らしてる私と、うん、カメラ越しの彼みたいな、彼氏が撮ってる手みたいなところ。そうなの、タガがサヨンっていう役を与えてくれてはい、はい、私じゃないもう一人の私がの日常。すごい、あれは私の日常じゃない。すごい楽しみなんですけど見たい、早く自信が終わりだということで。いや、そうだよ、そうですよね。怖いな、大丈夫かな。これサヤチャンネル見てくれてる人だと分かると思うけど、毎回対決相手がサヤコさんなわけ史上最強の女よどう戦えばいいのっていうところがあって、私も結構できることを全部やった。いや、本当に。のですごい、私も自信はあります、もちろん。わかる、全然方向性が違う作品だからね。そうですね、ちょっと一回見てみようか。そうですね、一緒にね。
じゃあ行きますよ、まんちゃんのから。お願いします。ます、ね、これはもう編集。いやあのね、どうなんだろう、まっちゃんのこの、うん、どこ、このララがここが可愛いよね。いやこれもうイカ食ってんのっていうララここ今のまんちゃんのこれなかなかこれなかなかカメラ前でできないから、ね、そうなんですよ。これはこうメディカルワンを食べた時のララを私演じてるんですこれは万太郎として出てるわけじゃない、じゃないんだ、ララなんだ、これがこうなって、だからちょっとララがあんまり映ってないじゃないかっていう、確かに万太郎の MV って感じがするじゃないですか。ララなんだ、ララなんだ、あれはララ、ララが2人いた、ララが1人になるとこうなるんだメディカルワンすげえな。そうです、これちなみにこのさ、この、はい、このララこれ、イカ食ってんじゃないよね、イカ、これメディカルマンです、これメディカルマン食べてるの、これ何、どこのじいさんみたいな、メディカルマン食べてる。だからこの後に、こう、あ、シティ入ってる、確かに変身したの、テロリロリって一回目のシティ、そうだからなんか、わかる、なんかポパイがあのほうれん草食べたら強くなるみたいな。イカ噛んだララは青山に行って雑踏を進み、目を開くと青髪になるこの格好も衝撃だったかね。あ、ちゃんとプロモーションカットもありますよ。はい、あ、かわいい、そう、ちょっとあのペロってして、ライオンキング、いざライオンキングから着想を得た、いろいろ詰め込まれてるね、はい、そしてここね、うん、これはどういうラストカットなんですか。今後の人生も、うん、あの自分らしく歩んでいくっていう、うん、その、はい、背筋シャンとしてかっこいいわー、まあちゃんこれさすがです。いやもうとんでもないです。あれできないよ、カメラ前でこれ、うん、その動きできない、できないよね、うん、じゃあ続いて、じゃあ次は私の、あ、見たいです、どんなんだろう、マジ？どうぞ。つないだっていうのを話さない、僕に手繰り寄せる消え去ったぬくもりさえここで見つかっていた、このまま勢いだけで伝えられたんだな、かわいい、照らしたオレンジの空の中、僕は君だけを、主演女優頑張ってくれましたよあのね、今回の撮影で私分かったことがあって、ララはあのロケは不向きです、ロケは不向き室内犬です、室内犬だから本当もう外にいるとという顔を見て全然楽しくなさそうで、室内の撮影を別日で撮って、うんうん、かわいいララちゃんいっぱい撮れましたよ。いやなんかもう感動とかエモいっていうのかな、うんうん、なんかすごいなんか音楽もね今っぽい感じに仕上がってるし、うん、でもかわいい、このなんかちょっとスクエアのカメラね、なんかもうやっぱり自分でホームビデオで撮りましたとか携帯で撮りましたみたいな感じの撮り方、うんうん、あ、そしてワンちゃんこれ室内に移動したけどちょっと気づくことありますか。ありますね、パンダがいますね。そう、ワンちゃんがクリスマスにくれたパンダ、なんかあらこの子も持ってってくれた、わざわざ、そうなの、仕込みもしっかり、やっぱ見た後、私の足元、あ、そこらはもう気づきました、湯たんぽです、あの鉄腕ハントムではございます100万馬力、足湯たんぽでございます誰が100万馬力見てほら、欲しい欲しいって机の上にあるの、メディカルワンが、いやここもね、うん、
そして見てほら、やる気のないララ。もう目線もくれなくなってる、外ロケだと。その分頑張るお母さん。お母さんは笑顔でごまかそうとしてる。これわかんないだろうけど、脱走してるララ。本当だ。撮影が嫌で逃げ出すララを追いかけるマネージャー。外と中で全然違います、ね、違うでしょ。これパフォーマンスのさ、バリエーションが全然違う。パンダと最後お尻まで見せて、これララの可愛いとこ顔じゃないんだよ。お尻なの。そうなんですさすがの監督。こんな笑ってる顔をね、やっぱ使ってもらったことがなくて、スイートは大体もうスンとした顔でやってるから。これディアさんに行ったの。あ、花屋さんだ。これはちょっと花のセンスが合わなかった時のどれが好き、せーの、ダンみたいなやつで合わなかった時の私たち、でバス停の前でね、そう、こんなお写真今までありましたかっていう。ないよ、何丁目ね、そうだよ、みんなここあのやってね、巡礼。そう、ここは黒磯です。黒磯のディアさんの前のバス停、ね、バス停。いや、すごい、わーお、素晴らしかった。この撮影はよく頑張りましたよ。寒い中本当にあなたもよく頑張りました。もらいなたがからメディカルワン。おっ、おお、すごい、よかったね。こんな眠そうだったのに。本当に。じゃあこのメディカルワンを食べてる状態で、はいはい、今の CM を野口さんに、お、今回のクライアント様に見てもらう。皆さんこんにちは。こんにちは。お世話になります。お世話になります。ちょっとあの2パターン撮らせてもらったんですけれども、はい、今回そのどちらかをウェブ CM で使っていただけるということで判定していただければと思います。ドキ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 。ちなみにこの判定の方法なんですけど、ちょっと今出せますか？3人。うわー、すごい、ありがとうございます。作っていただいたんですか？嘘でしょ。かわいい。ありがとうございます。じゃあ早速、はい、ご覧いただきましょうか。はい、では万太郎さんの作品からご覧いただこうと思います。はい、ありがとうございます。綺麗に映ってますよね。ちょっとかっこいい風にしてみました、私の場合。はい、いやいや、かっこよかったですよ。ありがとうございます。ちなみにララがメディカルワンを食べて覚醒して人になったら、ああ、なる、こうなったっていうストーリーらしいです。ああ、伝わってなかった。いや、素晴らしかった。かっこよかったですよ。社長、次私のやつなんですけど、私はちょっとまんちゃんのと違ってほっこりした日々の幸せを家族と一緒に見つけていこうねっていう感じのショートムービーにしました。はい、わかりました。どうですか、うん、これまんちゃんの方が反応が良かった。いや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 、そんな、これはどうなんですか。じゃあ感想言う前にもう結果発表いっちゃいましょうか。ウェブ CM で使われる動画はどちらでしょうか。どうぞ。いや、そりゃそうだよね。こっちもいいんですよ。ありがとうございます。もう本当に彩子さんの映像を見たご感想はどうでしたか。まあ普段見せてるような笑顔やからいいんじゃないかなって思って。おー、大丈夫ですか、ララとか商品は。うん、かわいかったね。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあこれはね、ウェブで CM で流れるので皆さんもね、ぜひご覧いただいて、でマンチャンのもせっかくだからね、はい、私たちもちょっとねインスタ上げたりとか使わせてもらえたらと、はい、ぜひぜひ。もうこのね製品自体が素晴らしいのでね、うん、皆さんにこれをちょっと知っていただくために引き続きプロモーション頑張らせていただきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ということで、いやでもよかった、喜んでもらえてよかった。はい、見てる、もうとにかくさ、ほら見てもこのララの愛がね、嬉しいし、そう、本人が欲しがってくれるものが体にいいものって思うと、うん、悪いことなんかあげられるじゃない。そうですよね。そういうものを作ってくださってありがとうございますって気持ちも込めて、私はこれ今回動画撮らせていただいたので、皆さんもワンちゃんのおやつね、新しいのトライしてみたいなみたいなのがあったら、ぜひメディカルワン
選んでみてください。コメントでじゃあ好きな方とかもね。あ、確かに確かに。ご覧の皆さんもちょっと、はい、コメントどうだったよみたいなの私たちもねいただけたら嬉しいです。ありがとうございます。頑張って作ったからぜひ皆さんコメントもお待ちしております。ありがとう。